皆さんこんにちは。今日は視聴者さんのリクエストにお答えして、私の簡易油圧ベンダーを紹介します。本体はアストロプロダクツで売っていた12トンプレスです。セールの時を狙えば3万円ほどで買えたと思います。続いて刃の部分はヤフオクで見つけた金型セットです。私が買ったのは何年も前ですが、2022年4月でもまだ出品されてました。下方は曲げる板厚に合わせて3種類の太さの溝があります。フラットバーの上に丸パイプを溶接して、パイプの横に M6 のネジを切り、留めネジをつけています。このネジは気休めというか、あまり意味ないかも。使ってる場面です。一度上の刃を下ろして下肩との位置を合わせます。材料はステンレス、厚さ3ミリ、幅が40ミリです。曲げたい位置に慎重に刃を乗せて、ちゃんと直角に入っているか確認しています。硬い材料は90度までいかない場合があります。
逆に柔らかい鉄板だと曲がりすぎて鋭角になっちゃう時もあります。鉄の厚さ4ミリ、幅50ミリです。次はステンレス、厚さ 1.5 ミリ、幅250ミリです。刃が200ミリしかないので、少し足りてません。左右にずらして少しずつ曲げています。次は R を曲げていきます。ほんのちょっと曲げては5ミリ送り、またちょっと曲げては5ミリ送り。半径50ミリの R にしたかったので、直径の100ミリ ×3.14÷4、78.5 ミリ、合計 78.5 ミリ送って90度まで曲げます。これめっちゃ時間かかってます。
こんな感じです。傷がついているのは中古材料だからです。最後までご視聴ありがとうございました。いつもの定期便の動画とは別にリクエストコメントもいただければ、このようなお答えできるような動画も作りたいと思います。